耳から覚える日本語能力試験語彙トレーニング N1 よりかかる立っているのが疲れたので壁に寄りかかったもたれかかる椅子の背にもたれかかってゆったりと座ったつかみかかる 少年は怒りを抑えきれず、相手につかみかかった。つっかかる。牛はものすごい勢いで闘牛士につっかかった。飛びかかる。警官たちは一斉に犯人に飛びかかった。取りかかる。来週から新しい論文に取りかかる予定だ。 くれかかるれかかった空に三日月が浮かんでいる落ちかかる網棚の荷物が落ちかかっているたてかけるほうきを壁にたてかけておいた話しかける。 妹に話しかけたが返事もしない。機嫌が悪いのだろうか。働きかける。会社全体でゴミの減量に取り組むため、他の部署にも働きかけている。押しかける。皆で突然先輩の家に押しかけ、宴会になった。詰めかける。 大物政治家の記者会見に大勢の記者が詰めかけた見せかける。あの虫は自らを木の枝に見せかけて敵から身を守っている言いかける。彼女は何か言いかけたが結局何も言わず口を閉じてしまった溺れかける海で泳いでいた時 足がつって溺れかけた。言いつける。上司は部下に仕事を言いつけて外出した。駆けつける。お世話になった上司が入院したと聞き、病院に駆けつけた。決めつける。兄弟喧嘩をすると、親はいつも私が悪いと決めつけ、 言い訳させてくれなかった送りつける断ったのに彼は自分の書いた本を私に送りつけてきた押しつける誰もやりたがらない仕事を押しつけられたにらみつける教授は授業中に死後をしていた学生をにらみつけた。 叩きつける父は怒って持っていた新聞を机にたたきつけたコーチは練習を怠けてばかりいる選手をどなりつけた備えつけるこの量は各部屋にエアコンと冷蔵庫が備えつけられている飾りつける。 クリスマスツリーに豆電球を飾り付けた。やりつける。今日はスピーチなどというやりつけないことをしたので疲れた。行きつける。海外旅行は行きつけているから特に緊張することもない。勝ち取る。チーム結成10年目にして、 ようやく優勝を勝ち取ることができた。つかみ取る。チャンスは自分でつかみ取るものだ。聞き取る。相手が早口で何を言っているのか聞き取れなかった。書き取る。授業中は先生の話を書き取るのに精一杯で、 考える余裕などない。読み取る。私はあまり小説を読まないので、登場人物の気持ちを読み取るのは苦手だ。乗っ取る。犯人は飛行機を乗っ取って目的地に向かわせた。抜き取る。一流のすりは財布から紙幣を抜き取って財布だけを。 バッグに戻したりするそうだ。言い返す。悪口を言われたので、私も負けずに言い返した。読み返す。母からの手紙が嬉しくて、何度も読み返した。聞き返す。祖母は耳が遠いので、聞き返すことがよくある。 思い返す研修会に参加するつもりだったが思い返して行かないことにした見返すレポートを見返していたら誤字を発見した使い切る買った食材は使い切るようにしている出し切る。 全力を出し切って戦ったが負けてしまった分かりきる。そんな分かりきったことを何度も言わないで困りきる何度注意しても息子の怠け癖が治らず親も困りきっているすみきる 澄み切った青空の下で体育祭が行われた押し切る兄は家族の反対を押し切って転職した言い切る専門家がこの絵は本物だと言い切った踏み切る政府はついに消費税の値上げに踏み切った。 取り返す今年は投資が好調で昨年の損失を取り返すことができた取り立てる大家はたまっていた家賃を取り立てた取り締まるスピード違反を取り締まる取り組む。 彼は難しい課題に意欲的に取り組んでいる。取り込む。洗濯物を取り込んで畳む。取り下げる。強く引き止められたので、辞表を取り下げた。取り継ぐ。秘書が客の要件を社長に取り継いだ。 取り巻く報道陣が首相を取りまいて質問した「取り除く」「目に入ったゴミを取り除く」「取り替える」「歯ブラシは毛先が開いたら新しいものと取り替えた方がいい」「取り付ける」 電気屋にエアコンを取り付けてもらった。取り扱う。この荷物は壊れやすいので、丁寧に取り扱ってください。取り決める。次回の会合で契約条件を取り決める予定だ。取りまとめる。皆の荷物を取りまとめて、 部屋の隅に置いた取りやめる急病のため旅行を取りやめた取り寄せる最近ではネットを利用して全国からおいしいものを取り寄せることができる突き返す上司からもっと詳しく書けと 報告書を突き返された突き飛ばす犯人は捕まえようとした警官を突き飛ばして逃走した突き上げる拳を突き上げて抗議の意思を示す突き出す彼女は不満そうに顎を突き出した 突き放す子供を自立させるためには時には突き放すことも必要だ突きつける強盗は住人にナイフを突きつけて金を出せと脅した突き合わせる膝を突き合わせて相談する突き止める 刑事たちはようやく犯人の隠れ家を突き止めた突き詰める彼女は何でも突き詰めて考えすぎる飛び降りる高いところから飛び降りる飛び歩く兄はセールスマンとして全国を飛び歩いている。 飛び起きる。目が覚めたのが家を出る十五分前。飛び起きて慌てて支度をし、家を飛び出した。飛び越える。飛び越す。幅二メートルくらいの川なら。走って飛び越せるだろう。飛びつく。子供は帰ってきた父親に飛びついた。飛び散る。 床に落ちたグラスが割れ、破片が飛び散った。飛び跳ねる。妹は合格が分かり、飛び跳ねて喜んだ。差し出す。握手をしようと手を差し出した。差し伸べる。山道で。 彼は彼女を助けようと手を差し伸べた差し挟む本にしおりを差し挟んでおいた差し引く給料から税金や保険料を差し引くと手取りは十八万円ほどだ差し控える 今回の件に関するコメントは差し控えさせていただきます。差し替える。資料のグラフを新しいものと差し替える。差し迫る。締め切りが差し迫っている。引き上げる。沈んだ船を引き上げる。 引き上げるもう10時だそろそろ引き上げよう引き下がる上司に反対されてはこちらが引き下がるしかない引き止める会社を辞めたがっている同僚をみんなで引き止めた引き取る。 新しい家電製品を買うと古いのは店で引き取ってくれる。引きずる荷物が重いので引きずって運んだ。引き締めるこの体操はウエストを引き締める効果がある。引きこもる不登校になり 家に引きこもる若者が増えている引き伸ばす旅先で撮った写真を引き伸ばして飾った引き伸ばす議論ばかりしてこれ以上解決を引き伸ばすのは許されない振り返る後ろから名前を呼ばれたので振り返った 振り返る祝日が日曜日に重なると休みは翌月曜日に振り返られる振り回す犯人はナイフを振り回して暴れた <music>